さて、今日もロストワードやっていくか。いやーやっぱり河川さんの太ももとお尻はいつ見ても最高ですね。このためだけに天井した回がありました。なんか27日にメンテが来るらしいですね。お、イベント P ボーナスが3倍から9倍になるのか。私はイベント周回遅れしてるので、とてもありがたいですね。その他にも、交換所のラインナップ追加などがあるらしいです。いやー、やっぱり東ロワの運営さんは神ですね。でも一つ不満があるとすれば、か弱くて美しい巫女である私が壁役になってることですかね。ですかね。あなたのプリンならとっくに私が食べちゃってるわよ。いやそんなことはどうだっていい。何してくれとるんじゃらー。忙しいな、お前。それよりもこの部屋めちゃくちゃ風通し良くなっちゃってるんですけど。いやいや今はそれどころじゃないですよ。それどころなんですけど。実は今日の公式の告知でレミフラガチャが来るって書いてあったんですよ。ついにやってきましたねレミフラガチャ。最初は風決勝で引いていきましょうかね。ここで引ければ神決勝も温存できるわね。まあ確率3倍だし私にかかれば一発で引いてみせて。すいませんさっきなんて言おうとしてたかもう一度教えてくれませんか。私にかかれば一発で引いてみせますよ。霊夢にプライドというものはなかったのか。なんで引けないの。再選が足りてないんだよ貧乏巫女。施設の再選箱からパクってきました。それだけ聞いたらヤバいやつだよ霊夢。どうしよう、めちゃくちゃ殴りたい。はい、再戦ないので神決勝で10連回してたら録画されてませんでした。何してんの。ちなみに引いてきたキャラはこいつです。ちょっと、残念そうな目で私を見ないでください。霊夢。ご愁傷様です。ここで出さないと、実況生活終わるなり、脱粉すんな。まあキャラ確定でレミフラは3倍だし普通に出そうですけどね。そう思ってたらサナエが来たんだよ調子に乗るな。だがしかし、ポジティブに考えてみると私が来るってことはこのチャンネルに欠かせない存在なのではないだろうか。よって私は崇められるべきでしょう。でも少なくとも東ロワでは求められてないぞ。みんな忘れてはいないだろうか。レミフラ、特にフランを引くという目的を霊夢がロリコンだからでしょ。今後東方ロストワードの実況を6人でやる上でフランは欠かせない存在なんですよ。ここで引いておかないとお先真っ暗です。もし引けなかったらどうするんすか。ウプ主を脅して課金してもらう。いよいよ他力本願じゃんか。ウプ主この前バイト代がどんどんなくなっていくんじゃーって叫んでましたよ。まあ、ウプ主のおかげで私たちがいるようなもんだしカツアゲのやりすぎは良くないよな。あいつの財産かっぽじろうぜ。人の話聞いてた。もういいや、どうせさっきみたいに引けないだろうからスキップさせてもらいます。お呼びかしら。私はフランドール吸血鬼フランドールスカーレットよ。お呼びかしら。私はフランドール吸血鬼フランドールスカー。復唱すんなピエン。いややっぱりフラグは立てるものじゃないですね。今度からガチャを引くときはおとなしくしときますわ。まあ編集の力でどうとでもなるしね。メタすぎる。私たちが住んでる世界はバーチャルリアリティだった。マトリックスやめろ。はい、幸運にもフランが引けたってことで早速寺子屋に居候させてやりますよ。5人すべて実況メンバーとは意識高いっすね。私だけレベル低くないっすか。誰を追い出すか悩みどころですね。まあ使えないやつからベンチ行きにさせましょう。もうこのチャンネルやめようかしら。おい霊夢、チェンも引いてたから育成した方がいいぞ。あ、そうでした。誰を追い出しましょうかね。霊夢もただの壁で使えないから抜かしましょう。あ、そうだな。はい、以上がガチャ動画でした。無事フランも引けたってことでこれからはネタバリバリの東方ロストワード実況をしていこうと思っています。あと、最近東ロワの動画を出していたら登録者が250人まで増えました。登録していただいた方ありがとうございます。これからも皆様の期待に応えられるような動画作りを目指していくので、今後ともよろしくお願いします。そして、登録していない方でもし気に入ってくれたらぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。